ドモーションズ TV です。過去の動画見てくれた人は分かると思うんですけども、ボニーのおもちゃたちがアンティークショップに連れて行かれてしまって、そしてボニーの家にいるクラッシュとかミスターハシとかはどうやらクローゼットの中にいて無事らしいんですけど、実はさっきまで僕クラッシュのお人形と電話をして喋ってたんですけど、なんとボニーの家にぜひあなたを助けたいということで全国からいろんなおもちゃが届いたそうです。ということで先ほどちょっとクラッシュと電話してたばっかりなんですけども、もう一回すぐにちょっとクラッシュに出てもらいましょうね。ボニーの電話を使ってクラッシュの人形とお話してるという。あ、もしもし。おー、最高、最高だ。クラッシュ、ありがとう。さっきさ、ミスターハシからさ、パソコンでメッセージ届いたんだけど、いくつかおもちゃが届いたんでしょ？ああ、そうなんだ。ボニーのことを助けたいってさ、いろんなおもちゃが届いたぜ。早速さ、ちょっと一個一個見ていきたいんですけど、まずは、届いたおもちゃこちらですね。はい、とっても可愛いおもちゃなんですけど、これの名前とかはあるんですか？いやー、これを作ってくれたお友達はメタルスプーンって名前をつけたそうだぜ。じゃあもうこれはメタルスプーンですね。いや、とっても可愛い名前じゃないですか。きっと手作りで作ってくれたんですね。本当に嬉しいですね。じゃあちょっと次、こちら、ドン。お、これは名前は何ですか？あー、これの名前はカピバラちゃんっていうらしいんだよな。カピバラちゃん、へー、いや、可愛らしいですね。優しい心をしてるからきっとベンソンやジョンソンも優しい心にできると手紙に書いてあったぜ。そうかそうか。いや、じゃあちょっと次いきましょうね。次がこちら。お、これもなんかすごい手作りっぽいですけど、こちらの名前は？ああ、これはさ、しゅんさんがぜひ名前をつけてくださいとのことだったぜ。なるほど。まあ見た感じこれは消しゴムで作られてるんですかね。イレイサーキットですね。イレイサーキット、はい、あの消しゴムって英語でイレイサーって言うんですけど、なんかちょっと帽子っぽいものかぶっててかっこいいのでイレイサーキット、はい。いやー、とっても強そう。あー、嬉しいですね。じゃあちょっと次のおもちゃいきましょうか。おお、これもまたまた手作りのおもちゃ。あー、このおもちゃもぜひしゅんさんに名前をつけてもらいたいそうだ。これはちょっとダスティーですかね。名前はダスティーにしたいと思います。じゃあ次行こうか。クラッシュ、次のおもちゃはどれ？カエルですかね、こちらは。いやー、これはさ、バリ島とかで神様として祀られるものらしいんだよな。へえ、いや、すごいな。この子はもうカエルちゃんとかでいいんですかね。この中から何体かをお借りしてアンティークショップに攻めてもらいたいと思うんですけども、ちょっとね、明らかに手作りのおもちゃが3つあったので、メタルスプーンとイレーサーキットと、ダスティ、この3つにちょっと言ってもらおうかなと。せっかく作ってくれたとっても可愛らしいおもちゃですのでね。ああ、わかったぜ。じゃあ俺はボニーの家で待ってるぜ。はーい、じゃあクラッシュ今から行くね、ボニーの家に。はーい。いやー、皆さん本当にボニーのおもちゃを助けるためにいろんなおもちゃを送ってきてくれてありがとうございます。きっとボニーもとっても喜んでると思います。ということでですね、早速送ってきてくれたおもちゃをボニーの家に取りに行きたいと思います。よいしょー、帰りましたよ。皆さん見てください、じゃじゃーん、メタルスプーンとイレイサーキッドとダスティーでーす。とっても可愛らしいですね。こんな可愛いおもちゃにアンティークショップに行ってもらうの申し訳ないですけど、でもせっかくですからこの子たちにセカンドチャンスアンティークショップ攻めてもらいたいと思います。ではおもちゃの皆さん、気をつけて行ってきてくださいね。メタルスプーン、イレーサーキット、そしてダスティー、あ、そうだ、ゴーストリンゴちゃん。あら、言いたいことはわかるわよ。私も一緒に行ってほしいんでしょ。この子たちだけだと心配ですもんね。ああ、さすがゴーストリンゴちゃん、分かってますね。心配なのでね。ではぜひボニーのおもちゃたちを救出しに行ってくださいね。では行ってらっしゃい。よいしょ。手
作りのおもちゃだからどうなんだろうな。本当にね、僕が作ったわけじゃなく送ってきていただいたやつなので、あれまだ行ってないよ。行かないのかな、大丈夫かな。シュンさん、シュンさん、ん、どうしたのゴーストリンゴちゃん。この子たちかなり怖がってるみたいよ。どうすんの。大丈夫だよ、君たちなら絶対に勝てるから、僕は信じてますので絶対大丈夫です。頑張ってきてください。では行ってらっしゃい。そっか、自信なかったのか。ちょっと行ってみましょう。ちょっと見てみましょうか。おお、完全に行きましたね。いや、よかったよかった。最初は自信なさそうでしたけども、行ってくれましたよ。いや遅いな。メタルスプーンたち大丈夫かな。それにしてもビデオメッセージとかも届かないから、ゴーストリンゴちゃん何やってんだよ。大丈夫。おお、来た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 。ちょっとビデオメッセージ見てみましょう。お前らは昨日の動画で豆たちが食われたと思っただろう。あれは私たちがお前らに恐怖を与えるための動画。実は豆はまだ生きてる。この中にいる。ちょっと待った。誰だこいつら。お前らどこから来た。豆たちをどこにやった。みんな、うまいことお豆たち逃がしたわ。さあ、あなたたちも逃げましょう。おい、ベンソン、噛みついてやれ。思いっきり噛みつくんだ。ジョンソン、こいつ硬い。硬すぎる。私の口も壊れてしまう。あまり強くやると。メタルスプーン、今がチャンスよ。みんな逃げましょう。おお、すげえ。マジか。ダスティ、イレイサーキット、めっちゃ活躍してくれてたじゃないですか。それにしても心配だな。みんなが帰ってきてくれることを引き続き信じて待ちましょう。お、今皆さんノックの音聞こえました？聞こえましたよね。見てみたいと思います。皆さん、なんとメタルスプーン、イレイサーキット、ダスティがこのお豆三兄弟を救出してくれました。いや本当に怖かっただろうに、でもありがとうね。あ、そうだ、ゴーストリンゴちゃん。あら、私はここにいるわよ。一体アンティークショップで何が行われてたんですか？この子たちがおとりになってお豆三兄弟を助け出したわ。そしてベンソンがメタルスプーンを噛みつこうとしたんだけど、あまりにも硬すぎてベンソンひるんじゃったわ。その隙にみんなで逃げてきたのよ。そうかそうか。いや本当にありがとう。もうこの子たちにとっても感謝ですね。そしてお豆三兄弟も無事救出することができてよかったです。とりあえずこの3体はですね、またボニーの家に返しに行きたいと思います。全国からおもちゃたちを送ってきてくれたお友達の皆さん、本当にありがとうございます。ボニーちゃんもとっても感謝してると思いますので、ではこの子たちを返しに行ってきます。またお会いしましょう。さようなら。いやー、メタルスプーンたちとっても怖がってたけど、でも僕よりも全然勇敢だったな。ステンチーの質問コーナー、ステンチーに質問です。次仲間にしたい人は誰ですか？ベンソンとジョンソン、ロッツォ、みんなを仲間にしたいよ。だってだって可愛いもん。わあ、あら、今日の戦い、あの3体のおかげでお豆ちゃんを救出できたわね。リンゴちゃんの質問コーナー、レッツスターティン。リンゴちゃんに質問です。壁をすり抜けれますか？すり抜けれるわよ。なので私、壁をすり抜けられるので移動もとっても楽なのよ。いい質問ね。あなたにリンゴポイント3ポイントあげるわ。皆さん、
高評価とコメントくれた人全員にリンゴポイント5ポイント、チャンネル登録してくれた人にリンゴポイント3ポイントあげるわ。みんなで頑張ってリンゴポイント貯めてね。ポニーちゃんのおもちゃほとんど取り返すことができたわね。あと3体だけど、ここから一気に取り返せるといいわね。それじゃ、またねー。